おはようございます。西戸明子のコミュニケーションアカデミー、今日もボイシー YouTube ポッドキャストで配信してまいります。どうぞ最後までお付き合いください。さて、昨日リトリート会場下見ツアーより帰ってまいりました。皆さんリトリートってご存知ですかね。これなんかね、オリジナルな由来としてはその宗教的な、すごい平たく言うと合宿っていう感じなんですけれども、まあ最近ではね、ヨガのリトリートとか、まあ何かこう、ちょっと自然の心地いいところに行って学びというよりは、ちょっとバーベキューしたり、ちょっと自由時間に自然を散策したりなんていう、心も体もリフレッシュして豊かに学べる、そんな合宿を、まあ、リトリートというふうに世の中では呼ばれてるかなと思いますけれどもね。そんなリトリートをやりたいなと思ってたんですね。まあ、かつてね、やったこともあるんですけれども、また新しい会場ないかな、しかも犬連れていけるとこないかなと思って、それで、まあ、まずは神奈川県の厚木市にあります温泉に行ってきたわけなんですけれども、昨日は湘南へ行ってまいりました。湘南国際村って皆さんご存知でしょうかね。私大学は藤沢市でしたから、結構湘南の近くだったんですけれども、全然知らなくてね。まあでも、あの逗子の丘の上の方にあって、すごく見晴らしがいい、なんて気持ちのいい場所なんでございましょうかというところにありましてね、海が見えて緑が見えて富士山も見えちゃうという、もう抜群のロケーションでございます。まあただし周りには本当に何もない丘の上なのでね、まあ、コンビニは一つありますけれども、まあ、そういう意味でも学びとこう自然にねを味わうのには非常にいい場所なんじゃないかと思います。実際ね、とっても気持ちのいい会場で、まあ一緒に行ったドクター生みんな、いいねってなったのでね、そこでもうすぐにでもやりたいぐらい、なんかこう思いつくとすぐやりたくなっちゃうタイプでね、もうすぐにでも行きたいなとまた思ってるんですけれども、その時はまた皆様にお声掛けさせていただきますので、ぜひリトリートもねご参加いただけたら、楽しいですよね、やっぱりね、仲良くなりますしね、みんなね。はい、そんな楽しいリトリート下見ツアー、まあ、会場も素晴らしかったですし、何が素晴らしいってやっぱり一緒に行った仲間ですね。はい、大好きな人たちと一緒にいるって、もうなんかそれだけで幸せじゃないですか。まあ、特に何をしたっていうわけでもないですよ。ご飯食べて、お風呂入って、喋ってプレミアム放送ではね、ゆりちゃんっていう方のお部屋から生放送をやらせてもらいましたけれども、あとはもうね、車乗ってコーヒー飲んで散歩して、特にそんな何かしたわけじゃないんですけど、まあしかし134号線という湘南の海沿いの道ですね、そこを走ってるだけでも気持ちがいい、そして雲一つない青空が広がっておりまして、風も心地よく、何よりも仲間たちとの会話が本当に楽しい。わざわざ今回のために大阪から3人も来てくれましてね、今回はただの下見ですから、ただの遊びなんですけれども、一緒に行ってくれる人って言ったら、1、2、3、4、6人か。で、途中でまた参加してくれた人見て、結局7人も参加してくれました。本当に大好きな皆さんに囲まれて、毎日幸せです。ありがとうございます。あなたがこれまで、ああ、幸せだなって感じた瞬間って、どんな瞬間ですか？私は、もう毎回、誰と一緒にいるかが重要なんだなって自分の人生を振り返ってある時気がつきました。私が幸せを感じた瞬間、まず一つ目は高校生の時に、まあ当時は遠距離恋愛してたんですけれどもね、当時の彼氏と、それから私の大好きな友達とそのボーイフレンド4人で奈良公園で、奈良公園ってボートありましたっけ、なんかボート乗ったりバドミントンしたんですよね。なんてことない日なんですけれども、高校生の時にあれ、これを幸せって言うんじゃないかなってふっと思ったんですよね。
大好きな人しかいない、大好きな人と一緒にいる、それってこんなに楽しいことなんだなって。それがまず1回目。次はもううんとまた時間経ちまして、何歳だろう、あれ30アラサーの時ですけれども、まあ、当時はね東京 FM の番組やらせてもらってましたが、大学の同級生が一人ねお医者さんになって、ハワイ大学かな、ハワイの、まあ、大学に研修に行きますと。加えてアメリカに赴任してた友達がいて、ロサンゼルスに、じゃあハワイにみんなで集合しようってことになって、なんかこの響きがいいじゃないですかじゃあみんなでハワイに集合ねって言って、それでハワイ旅行をしたことがあるんですけれども、その時もね、まあ大学の同級生と、まあ、その奥さんと合計4人ですね、私も含めて、なんかこう何してたわけでもないんですよ。私はテラスから彼らがビーチを歩いているところをただぼんやりふーっと見てたんですけれども、ああ幸せだなって。その先にこう青い海が見えてね、ヤシの木とかもあって、ああなんて幸せなんだろうって思った時も、やっぱり大好きな人たちと一緒にいた時でした。ね、この2日間も本当なんかね幸せでしたね。別に何があったわけでもないんですけれども、その雲一つない青空の下でみんなでテラス席で食事ができたり、その時にこう誰かの口癖をみんなで笑い合ったり、私が旅館で脱いだスリッパがなんでこんな脱ぎ方するっていう脱ぎ方だったよっていうね、写真をわざわざ撮ってくれた人がいまして、はい、あ違うよ、これ私が脱いだスリッパを犬がね歩いて散らかしたんだよっつったら、いや違うと、うん、脱いだ瞬間に撮りましたからって言われてね、まあ、そんな写真を見て笑ったり、本当になんてことないことなんですが、大好きな人たちと一緒にいるっていうのは幸せなことですね。そしてまた大好きな人たちがたくさんいるっていうことで、その方々が忙しい中で時間を作って集まりたいって思ってくれたこと、そうやって時間を一緒に過ごせたこと、もうこれ以上の幸せはないなと思います。昨日のボイシーでもお話しさせていただきましたけれどもね、まあみんな不完全なんですよ、私も含め、いや私を筆頭にでもその不完全さをお互いに受け入れながら、うん、でだからといってなあなあになんか甘えてるんじゃなく、お互いに感じたことは指摘し合いながら、そうやって互いを受け入れ合って許し合って一緒にいられるっていう安心と信頼がある空間っていうのはありがたいもんですね。誰が言ってくれてたのかな、昨日何を言っても受け入れてもらえる、大丈夫だって感じられる空間だって言ってくれてたんですよね、 SA のまゆかな、うん、あそっか SA ってドクター生ばっかりですからみんな SA ですね、はい、まゆが言ってくれたのかな。まゆは毎朝黙々読書会を朝6時からね開いてくれてる女性ですけれども、それはとっても嬉しかったですね。あと私のこの自由気まま奔放、ちょっと場合によってはわがままじゃないかと私は思ってますけれども、でもそんな私をね受け入れてくれてるみんな、これもありがたいなって思います。ある意味ね社会性がないんですけれども、会社員もやったことないですしね、でもそんな私の奔放気ままっぷりを見てると、あそれでもいいんだなって思えたって言ってくれたゆりちゃんそうやってお互いに、うん、あこうやって自分が自分でいていいんだなって思える場、関係性、空間、それが作れてるっていうのが本当財産だなと思います。それができてるのはみんなのおかげです。本当にありがたいことです。ありがとうございます。さて皆さんが幸せを感じた瞬間、感じる瞬間ね、それはどんな時だったでしょうか。また皆さんにね
そういった大切な方々がいてくださることを本当に願ってますし、そういう人がいない寂しいっていう人はね、ぜひ私たちの仲間になってほしいなって思います。またリトリートやる日程決まったら声かけますし、それからマスタークラスとかいろんな学びの場をね、これからもどんどんやっていきますので、ぜひご参加ください。マスタークラス第4期すごいな、もう4期か、おかげさまでありがたいな。4月の16日からスタートいたします。仲間を大募集中です。あなたもぜひそのね、本音で語り合いながら、お互いを受け入れ合いながら、安全と安心と信頼で結ばれている、そういうね、関係性の輪の中に入ってきてほしいなって思います。そういう仲間がね、どんどん増えたら最高ですよね。それでは今日もいい日でありますように。どうぞお出かけの方気をつけていってらっしゃい。西戸明子でした。